グググググ結論から言うと、君たちがいきなり強くなってスクエアスを圧倒する、そんな方法僕は知らない。そんな。でもこの問題を解決する鍵を握る存在なら知っているよ。マール、君のことだ。私ですか？マールは自覚していないかもしれないけれど、スクエアスと一緒にずっとこの世界を見守ってきた。君の力はそんなものじゃないし、忘れていることも多分まだあると思う。本の中のあの子にもらった力もあるね。マールが全てを思い出すことができれば、スクエアスに対抗できると思うよ。 X、 それは予想なのか確定事項なのか。ビビビ。さあね。でもマールのために協力をすること、それ自体が君たちの訓練にもなるんじゃないかな。はあ、 X はいつも割と面倒くさいな。え？ちょっとわかります。でもやるしかないんでしょ？ググググ。そうだね。君たちには X、俺たちのために君が作った特殊な訓練空間に早く飛ばしてくれ。なんで知っているんだ？X のことだから、そのくらいは用意してくれていると思っていたが、本当にあるのか。ああ、それと、それって訓練のアドバイスメモ付きだったりしませんか？だからなんでわかるのかな。ありがとう X、 じゃあ早くしてくれ。みんな行ってらっしゃい。ピッピピピー。ここが。それじゃあ早速始めましょう。どれどれ。メモによると、心を癒す可愛いマスコット対決。一旦帰ります。ママ、待ってくれリンゴ。 X はああ見えて真面目だ。このメモもきっと何か意味が。まあやってみるしかないかな。可愛いマスコットといえば、ググといえば、ピッピ。よろしくね、カー君。頼めるか、おう。グググピッピッピありがとう。それじゃあ勝負だ。you
走りました。それじゃあ次のメモを見てみましょう。行きます。
それでは次のお題を発表します。気分を上げるニコニコ仲良し対決。仲良く勝負すればいいってこと？多分これなら簡単だね。 S は？なんで私なのよ。リンゴやアルルとはもともとすっごく仲良しだもん。じゃあそっちでやってりゃいいでしょ。エストだってもっと仲良くなりたいし。話を聞け。ねえ、いいでしょエース。エース、エース、エース、お願い、仲良し対決しようよ。そしたら私すごく嬉しいし、マールも嬉しくなると思うんだ。それに S だって嬉しい気持ちに。うるさい、それ以上つきまとうならお仕置きだからね。お仕置きって？勝負ってことよ。やった、勝負してくれるんだね。あ、それじゃあ仲良く始めよう。なんでこうなるのよ。
S。 仲良しですね。どこが？S、友達ができてよかったな。誰が？見ててほっこりしちゃいました。なんで？もう話が通じないやつばっかり。次に行くのよ。いざ参ります。次は心ハラハラシリアスライバル勝負。ふん、俺の出番か。え、シェゾ、どうしたの？シリアスでライバルと呼べるのは俺とアルルのことだろう。そうだっけ？グググググ、アルル、お前は俺のものだ。あ、はい。ググが、しまった。お前のライバルの座は俺のものだというつもりが。リンゴ、ごめんね。シェゾじゃさっぱりシリアスになりそうにないよ。アルル、大丈夫です。お任せあれ。うちには演技派がおりますから。マグロくん。え、僕？行きますよ。よーい、アクション。アンドリンゴ、我が宿敵。あの雑な振りでなんか始まった。それはこっちのセリフだ、佐々木マグロ。お前の仕打ちは恨んでも恨みきれねえ。何があったんでしょうか。うちの島の砂防天に水をやりすぎて枯らしかけたこと、うちの猫ちゃんにご飯をあげてちょっと太らせたこと。ドキ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 なんだ。マールがいいならいいと思うけど。そりゃこっちのセリフじゃ。よくもおばあちゃんを崩し将棋で任しよったな。おばあちゃんショックでおやつの甘夏を半分残したんじゃ。さらに言わせてもらうと、リス先輩の中身を見ようとしよったな。唐突に槍玉にあげられる私。キュン。もう許せん。勝負じゃ、佐々木マグロ。上等だ、アンドリンゴ。どうなってしまうのでしょうか。やっちゃえ！クリケン！こ
サイン。サイン。やりました。お、解けた。お、お、解けた。お、やっちゃえ。サイン。お、解けた。お、やっちゃえ。お、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 クリケン。やりました。お、解けた。お、お、お、やっちゃえ。お、お、クリケン。受け取って、クリケン。お、やっちゃえ。いいね。やりおるな、アンドリンゴ。そちらこそだ、佐々木マグロ。それでこそ我が永遠のライバル。はあ、マール、どうしたの？熱いライバル関係にハラハラドキドキなんです。もう一回言うね。マールがいいならいいけど。グーグーグー。じゃあ次に行くか。あれ、仲良しだった二人が戦うことに。これって、はあ、楽しかったね、マグロくん。僕はヒヤヒヤしたよ、リンゴちゃん。それなりにうまくいったのではないでしょうか。だといいけど。それでは引き続き張り切ってまいりましょう。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.